はい、今回の動画は Excel のちょっとした小技で一度引いた罫線を一瞬で削除するテクニックをご紹介したいと思います。で、Excel で表を作成をするときはね、こういった形、いろんなですね、罫線を引くと思うんですけども、この一度引いた罫線をね、ちょっと一旦削除してもう一度最初からやり直したいなんて言ったときに、もちろんね、マウスの操作でやってもいいんですけども、キーボードのね、ショートカットキーの操作でやることによってですね、一瞬で削除することができます。それでは早速やってみたいと思うんですけども、まずはね、この表の中どこのセルでもいいので選択した状態で、キーボードのコントロールキーを押してアルファベットの A とかでですね、表全体を選択します。で、次に罫線の削除ですけども、キーボードのコントロールキーを押したままシフトキーを押して、アンダーバーのキーですね。日本のキーボードであればひらがなのロというふうに書かれたところですね、こちらを押します。はい、そうするとね、見てもらって分かるようにですね、一発で全ての罫線をね、削除することができました。なので、ちょっとしたね、テクニックではありますけども、このコントロールシフトアンダーバーですね、覚えておいてもらえると便利だと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。